おいしい。おいしい。米すごいおいしくない？ね。うん。皆さんこんにちは。フランス南都在住ののりです。海外在住日本人が一番恋しいものって何だと思いますか？私の場合はですね、日本の美味しいお米なんです。フランスでもですね、日本産のお米や、そしてね、最近では欧州産のコシヒカリなんていうのもアジアスーパーで買えたりするんですが、なんせ値段がめちゃくちゃ高いので、私たちはですね、普段はフランスの普通のスーパーで買えるフランス産だったりイタリア産の長細いタイプじゃなくて丸いお米をね、日本のお米の品種に近いようなお米を買って普段はね食べています。でね、普段はフランス産だったりイタリア産のお米を食べているんですけれど、やっぱりね、日本のお米が一番美味しいんですよ。私はですね、先日日本に一時帰国したんですけれど、その時に親戚が作った新米をいただきましたので、こうやってフランスに持って帰ってきました。今日はね、家族みんなでこの新米を味わいたいと思います。さて、せっかくね、美味しい新米をいただくので、こちらのご飯をね炊く専用のココット、ストーブのね、ラ・ココット・ドゥ・ご飯で炊いていきます。さあ、お米を研いだらですね、フランスで買える軟水ボルビックでね、お米を炊いていきます。さあ、そしてね、今夜のおかずはスーパーでね、レバーが安かったので、レバーの野菜炒めをね作っていきます。フランス人はね、あんまり内臓系をね食べないので、レバーはね結構安く手に入ります。さあ、トレーからね取り出して、水分をねこうペーパーで拭いて、そしてね小さく切っていきます。さあ、そしてね、臭み消しで牛乳につけておきます。30分ぐらいレバーを牛乳につけておいたら、次はね下味をつけていきます。生姜はね、皮をこうやってね小さいスプーンでこう削るようにね取っていくとね、すごく簡単に皮が剥けます。さあ、そしてニンニク、生姜、そして醤油とお酒を入れて下味をつけます。さあ、続いてね、レバーと一緒に炒める野菜を切っていきます。一般的にはね、ニラを入れたいところなんですけれど、普通のねスーパーでは売っていないので、冷蔵庫にある余り野菜をねバンバン入れていきます。今回はね、冷蔵庫に眠っていた人参、キャベツ、玉ねぎ、そしてね、ほうれん草を入れていきます。さあ、そしてね、タレも作っていきます。まずね、オイスターソースを入れるんですけれど、こういうね、瓶のタイプがね、もう最後の方になるとなかなかね、出てこないんですよ。なのでね、もうどっちみち入れるお酒をね、入れて、でね、こう振って最後までね、こう無駄なく調味料も使い切っていきます。タレはですね、オイスターソースに醤油、そしてねお砂糖を入れて混ぜておきます。さあ、それではレバーを焼いていきましょう。フライパンにごま油をひいたら、レバーをね、こう一つ一つ重ならないように焼いていきます。
料理する人の特権ですね。味見をしてレバーの野菜炒めの完成です。さあ、そしてね、お米も炊き上がりました。どうでしょうか。お米がね、輝いています。お米がね、立ってますね。美味しそうです。これはレバニラ、レバニラじゃない、レバー野菜炒めとご飯、新米とお味噌汁。いただきます。キク、パンパン。